皆さんこんにちは、ことめんこと大川義明です。今日はダパンプさんの桜の衣装を作っていきたいと思います。まずは水、そして染め粉を用意していきます。それでは早速やっていきましょう。 500ml のペットボトルにこの粉をですね、全部入れていきます。今まで衣装とかは作ってきたんですが、実際に染めるのは初めてですね。そう、思ったよりね、すごい染まり方していくんですが、これを全部入れていきます。また今流れているですね、音楽は原稿という曲名で、僕が作曲した曲です。この曲は下の説明欄に CD が売ってますので、よかったらご覧ください。このようにですね、染めていきます。で、どんなものを作っていくかっていうのを写真あげたいところなんですが、ちょっとあげれないので、概要欄にダパンプさんの桜のミュージックビデオの URL を貼りました。ぜひご覧ください。トン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 とですね、入れましたら、はい、このペットボトルをですね、よく混ぜていきたいと思います。よいしょ。はい、お風呂場ね、狭い中でやってるんですがね、ぜひね、ゆっくりとご覧ください。はい、混ぜ始めました。なんかね、混ぜたらね、こぼれてきたの大変と思って。こんな風にいっぱい混ぜてます。はい、続いてですね、この混ぜた液体をですね、6リットルの水に薄めていきます。その時にですね、薄める前に食塩をですね 250g 入れていきます。まず2リットルのですね、ケースを3回分、6リットルの水を入れていきます。あ、水じゃない、ぬるま湯、40度ぐらいのお湯って書いてありました。入れていきます。続いて食塩 250g、はい、恐る恐る入れました。なんかさ、染めるのに食塩なんだってちょっとびっくりなんだけど、まあ、こういう風にね、ゆったりと混ぜていきます。お茶を立てるんじゃないかっていうぐらい、こう雅にね、こう混ぜておりますが、まあ、丁寧にこうやって混ぜてくださいと書いてありましたね。本当に今回染色は初めてなんですけど、うまくね、いくかはちょっとね、わかりませんが、何でもチャレンジしてやっていきたいと思います。続いて、先ほどよく混ぜた色のついた液体を、このぬるま湯の中に入れてきました。すごい顔してるね。思ったより濃くて、これ大丈夫?と思ったんだけど、なんかね、後から説明書見たらね、いいみたい、これで。ただね、こう、衣類とかについたら落ちないんで気をつけてねって書いてありました。なので皆さんもされる方は、服とかね、手とかに跳ねないように気をつけて作業してください。そして、続いて、本命の白いジャケットをですね、染めていきます。まあ、いろんな思い出があるんですが、新しくね、生まれ変わるために染めていきたいと思います。なんかね、染めてたら、あれ、思ったよりちょっと薄いんじゃないかなって若干心配なんですが、こうやってね、ゆっくりと15分間揉んでくださいということだったので、混ぜていきたいと思います。徐々にね、さっきより色が濃くなってきたと思いますが、これをですね、15分間よく混ぜて色をつけましたら、40分間放置していてくださいってことなので、少ししたら放置しておきたいと思います。ただね、40分間の間にも、まあ、何回かこうぐるぐる混ぜといてくださいねって書いてありました。待って、急に早くなるじゃん。まあね、ちょっとね、15分ね、流すのは長いんでね、こうやって早送りでお届けしたいと思います。こうやって染まってきました。あとはですね、40分間置いておきたいと思います。なんかね、これしながらずっと考えてたんだけど、
なんか桃太郎の時代ってこういう風に、まあ、川でさ一生懸命洗濯してたのかなとか、なんかいろいろ考えてました。まあ、こういう色ですね。少しずつ衣装が近づいてきたんではないでしょうか。ことめんチャンネル、続きましては衣装の肩についてるふさふさをですね、手作りで作っていきたいと思います。このふさふさと両面テープ、ハサミを利用していきたいと思います。まずね、両面テープでこの2本をですねうまく留めまして、よいしょ。そしてうまく留まりましたら、このちょっと余っちゃった部分をですねハサミで切っていきたいと思います。はい、切り終わりました。ここにふさふさを2本つけていきたいと思います。なんかね、これねめっちゃ肌触りいいんですよ。もうねこのままね大きなベッド作りたいっていうぐらいふさふさしてて気持ちいい。これをまず黒をですね表に見えるように、その後ろに紫を貼っていきたいと思います。まず黒から貼っていきましょう。結構ね糸が絡まりやすいので、綺麗に溶かしてから端から丁寧に貼っていきます。よいしょよいしょはい、こうやってね貼っていきたいと思います。あれね、このね両面テープ僕すっごい苦手なんですよ。なんかさ手と相性が良くないのかな。なんかね剥がすのねうまくできない、いつも。まあね、順調に貼っていきます。いいですね、ひらひらしてきました。続いてねこの上に紫を貼っていきたいんですが、もう一度両面テープでこの黒と元々のこの紫のキラキラしている部分を固定するように貼っていきます。はい、剥がし終わりましたらこの上に紫を貼っていきましょう。うまくできますかね。お、いいですね。よいしょ。まあ、だいたい綺麗にできたんではないでしょうか。ひらひらっと、ちょっとねはみ出してる部分は後でハサミで綺麗に切りたいと思います。こんな感じになりました。ちょっと毛量多いかな、まあ、毛量多いくらいがねちょうどいいですかね。ひらひら綺麗ですね。ことめんチャンネル、それでは早速先ほどずっとつけといたこの色を染めたジャケットを取り出してきました。これを水でよく洗いたいと思います。やっぱりねちょっと色薄かったよね。薄いので明日後編で色をですねもうちょっと濃くしていきたいと思います。結構さこのシーンだけ見るとさ、何あのホラー映画みたいな感じだけど、僕ねホラー映画ねすっごい苦手なんですよ。皆さんホラー映画好きですか？僕ね怖いの苦手でね見たことないんだよね。なんか小さい頃お化け屋敷に入って結構ね怖かったイメージがあってね、大人になっても入れないんですよね。だからなんか桜面でそういうロケみたいなあったら、絶対着ないとね、もうね、確信してるけど、まあね、そういう時は勇気を振り絞って、頑張るしかないですね。はい、と言ってる間に、色がつきました。ね、すっごい薄いね。というわけで、続きはまた明日。ありがとうございました。